奥尻島からフェリーに乗って瀬田名にやってまいりました。北海道瀬田名町です。でかい船ですね。そして奥尻島へ向かう人たちが、でもあんまり観光客って感じしないですよね。なんか地元の人が奥尻島と瀬田名を往復してるって感じなんですかね。でおまわりさんが、フェリー発着時には見回りをしてるようですね。で瀬田名町を散策するんですが、向こう側にちょっと変わった岩が見えますね。漁港の向こう側に、なんだろうね。ちょっと行ってみたいと思います。この辺りは漁港ですね。ボートが並んでます。船の旅っていうのは開放的でいいですね。空の旅も悪くはないけど、なんか地に足がついてないというか、やっぱり鉄道とバスとフェリーがいいかな。まああと歩きですね。この船さ、なんか電球みたいなのがたくさんぶら下がってますね。なんか魚をおびき寄せるのかな。なんか夜に光らせて魚をおびき出して捕まえて食べちゃうっていう、そういう魂胆なのかな。なんかね、提灯のようにぶら下がってますよね。マリンバンク檜山漁協瀬田名支所。まあ農協じゃなくて漁協ですね。そして瀬田名港線道道459号線のようです。北海道は小さな道にも名前がついてるんですよね。ほらこっちには世俗内線っていうね、一つずつなんか道路に一つずつ名前つけるの好きですからね。まあかつては瀬田名も国鉄瀬田名線という鉄道が通ってたんで、鉄道で来れたんですけどね。まあさすがにローカル線過ぎたのかもしれませんけど、こっちでいいのかな。ババカワ水門、あ、螺旋階段になってて展望台みたいになってんのかな。でも岩まではもうちょっとですよね。まあ立ち入り禁止。なんかモニュメントがありますね。なんだろう、タコの足をモチーフにしたですかね。まあタコ、まあタコってまあ噛み応えがあって美味しいですけどね。ほらなんかすごい堂々とした凛々しいお姿のようでね。これが三本杉岩ですか。まあ、瀬田名町の名称なんでしょうね。確かになんか意図的に建てられたような、ちょっとここらの海岸に名物というか景勝地というか欲しいよね。そうですね、じゃあちょっと岩でも建てときますかみたいな、そんな感じでこう作られたんじゃないかなっていう、そういう装いですよね。海岸に降りてくるとこんな感じですね。いやー存在感がありますよね。まあ、でも、まあ、この辺り結構海岸線まで山が迫ってるので、まあ、やっぱり地形も険しくなるんでしょうね。まあ、岩をからかうのはこのくらいにして市街地へ侵入していきましょう。まあ、瀬田名町は、
もともとは漢字で瀬田名と書いたんですけど、多分市町村合併でひらがなの瀬田名に変わったんですよね。本当は漢字のまま瀬田名町で良かったんだと思いますけど、ただそれだと瀬田名町が周辺の町を併合したっていう扱いになっちゃうので、いや皆さんと一緒なんですよ、同格なんですよ、まさかね瀬田名、我が瀬田名が皆さんの町や村を併合だなんて、そんなっていう、そういうのを示すためにひらがなの瀬田名町にしたという、よくある手ですよね。閑散としてますよね。でも漁協珍味直売の店があるんですね。やっぱり漁港の町ですから直売、海の幸ってもんでしょうか。ガソリンスタンドも休業中でしょうかね。日曜日なんでね。居酒屋いい加減だって。いい加減か。いや旅行もいい加減な方が本当は楽しいんでしょうけどね。天気なんか曇ったって雨降ったって別にそれはそれでいいじゃないか。行きたいところに行けなかったって別にいいじゃないか。期待外れでもいいじゃないか、別にいいじゃないかみたいな感じで、その方が気は楽なのかな。なんか結構私旅行に完璧を求めちゃうとこがあって、晴れてないと嫌だとかね、行きたいところに行けないと嫌だって感じで。冷凍庫あるんですけどやってないのかな。食料調達していきたいんですけどね。セイコーマートで買うしかないかな。セイコーマートなら空いてると思うので、本当はコンビニよりも A コープの方がいいんですけど、瀬田名郵便局ですね。やっぱ郵便局のポールはやっぱり高いですよね。自分の背丈なんて足元に及ぶ程度ですから瀬田名市街バス停ですね。バス待合所もあって、一応バスターミナルではないですけど、瀬田名町の中心となるバス停のようです。しかしやっぱり閑散としてますね。なんかやめちゃってスタッフのお店もありますし、この後バスに乗って国道を北上していきたいんですけど、島牧方面行きたいんですけど、なんか予約制みたいですね。お客さんが少ないから予約しないと乗れませんっていう、そういう仕組みになってるみたいで、急遽電話したんですよ。ここに、瀬田名町役場、支所があるんですけど、電話しまして、急遽予約をして、これからバスに乗るんですが、予約をしないとバスに乗れないのは、ちょっとやっぱりバスに乗るのに抵抗感が生まれちゃいますよね。毎日のように何食わぬ顔でバスが走り回ってるんじゃなくて、こちらからアクションを起こさないとバスが来ないっていうのはやっぱり、とは言っても別に瀬田名町を批判するつもりじゃなくて、もうすでに公共交通の時代終わってるよね、公共交通機関とかしょぼいよねっていうのが、そういうね、
まあでもまあ公共交通機関とかいうやつに頼らざるを得ないかわいそうな子猫ちゃんたちのために仕方がないから予約制バスでも用意しておきますかっていう、まあそういう、まあ、そういうことなんですよね結局ね。まあ全部歩きでもいいんだけどね。なんか曇ってきちゃいましたね。瀬棚温泉バス停です、うん、あ、ここにもコンビニがあるんだ。セラーズ、うん、マリンブルー三本杉の生える町瀬田な。なんかこの、まあその灯籠みたいなのよくありますね、なんかね。日本女医第1号開業の地だって。へぇ。まあ、確かに医者って男性が多いんですよね。女性は少ないですね。でもやっぱり体って、人の体ってデリケートですから、やっぱり男性のお医者さんも女性のお医者さんもまんべんなくいた方がいいんでしょうね。まあ特に女性にとっては、これは女性にしかわかんないよ、この気持ちはっていう、まあそういうとか、まあね、そういうのあるんでしょうね。瀬棚温泉のバス停ですね。非常に立派な停留所があります。古い団地ですね。コーポ朝日にだって、北海道によくある団地ですよね。1階建てで屋根が赤くて煙突がちょこんと飛び出していて、まあセイコーマートの方がおなじみかもしれませんけど、まあそんなわけで今日は北海道瀬棚町を散策いたしました。さっきまで晴れてたのにどんよりとしてきちゃいましたね。